シーズンの八部球場玄関、九月沼運動公園は、神奈川県藤沢市九月沼海岸に位置する藤沢市立の都市公園である。正式名称は八部公園であるが、読みが難しいため九月沼運動公園の通称が用いられる。八部とはこの地域の九州地名で、藤沢市の公園名はこの九州地名を用いるのが原則である。 公益財団法人藤沢市未来創造財団が指定管理者として管理運営を行っている。主な施設はプール、公式野球場、テニスコート、芝生広場、トレーニングルーム、サウナルームがある。公園の一角には SL 展示場があり、旧国鉄の C11245 が市民有志、藤沢鉄道車両保存会、藤沢 SL 少年団により大切に、 生体保存されている。また、SL の周りには5インチゲージのミニ鉄道のレールが引かれており、毎月第2日曜日に運転会が行われている。公式野球場は、藤沢市八部野球場と名付けられており、夏になると、全国高等学校野球選手権大会の神奈川予選会場の一つとなることでも知られている。なお、この公園は、 国沼地区の広域避難場所に指定されているが、水田は後に作られているため、地震、水害に安全な場所とは言えない。ありがとうございます。